よし久々ゼニーラジオということで、<laughs> 実はこっそりテイク2です。えー、っていうのが、まああの、一番最初にね、どんな人にもう届いてほしいか、今回に関しては、むちゃくちゃ届いてほしいんだよ。届いたらもうあとはどうでもいい。うん、俺の考えが、まああのー、合ってないとかね、そうは思わないとかだったらそれはそれでいいし、広めたい、広めるのを手伝ってくれる人もありがたい。で、俺の考えが違うとかおかしいとか変だとかそうは思わないって言って、広めたくないっていう人は広めなくてもいいし、あれ間違ってるよっていうふに悪い方で広めてもいいと思う。うん、もうみんなのねあの、これを聞いたままの。 えっと思思いいをねあの行動にしてもららえたらと思いますで今回届けたいのは医療系で、えー、要は卒業後資格を取ったのに大変だと思っている人たちとかもしくはそれに気づいた人たちだって大変でやばくてもう絶対的にこの業界やばいぜって思っててわざわざ入ってくる人っていないじゃん、うん、それならやばいから他の業界しようってなるわけで入ってから気づいたあれここ大変なんじゃないとかね後から気づいた場合で就職したけど資格は取ったけどうまくなんか稼げないな仕事にできないっていうパターンとかあともう一つは学生で、えー 俺本当にこれはそう思うんだけど、あのー、資格を取れずに卒業するとか、資格が取れなさそうだっていう生徒。うん、で、退学しちゃうとかね。で、俺、これ、そのー、本人もすごい苦しいと思うけど、同級生とか先生もさ、俺、絶対、その、同じことで悩んでる先生たちいると思うんだよね。俺だったら、もう、あのー、やっぱ、すごい苦しむと思う、うん。例えばね、専門学校、医療系の資格が取りたくて、専門学校行きました。で、 えー、3年間勉強したけど資格が取れずに、えー、なんていうのあのー、退学しました。退学ってさ、結構効くじゃん。リハでもいるし、新旧でもいる。何百万も使ってよ。2年とか3年とか、何百万、300万、400万、突っ込んでたよ。でしかも、300万、400万損したかーっていう話じゃなくて、じゃあその、2年間なり3年間なり、もし就職してたら、働いてたらもらえてたはずのお金、仮に今ね、200万円稼ぐしか稼げない時代だって言われてたとして、200万だったとして、2、3年ならね、 まあ大体500万ぐらいってことじゃん。ね。2年から3年、400万から600万ぐらいで500万くらいと学費合わせて1000万は行くか行かないかぐらい。それぐらい大きく失ってるわけと時間を。学ぶときって若いときだから若い時間と1000万ぐらいのお金を失って退学しましたって。本人だったら相当きついし、その家族も。と、俺はね、自分の友達だったらクラスメートだったら、それは本当につらいし、先生だったら、 てかそれ毎年出てるんだよしかもその熊本でも熊本の学校でもいるそれ全国だったらさ毎年どれくらいの人がそうなってるのかで俺先生だったらそれ毎年自分の,、ね、あのよし頑張ろうねって資格取って働くぞって言ってる言ってねやってきたやつらでほんにその性格悪かったり頑張ってなかったりとか適当だったりとかだったら俺も思わん、ねうん、でもやっぱり中にはさ、えっと、暗記力とかって全然人と違って12回やったらすぐ覚える人と10回やっても覚えない人 結構いるじゃん。やっぱ暗記力のさ。一生懸命勉強してるけどノート綺麗だけど点数取れないとか。いるじゃん。ね。だからやっぱ、その全員が全員、ね、落ちて当然だった、退学で当然だったっていうやつらじゃないと思うんだよ。だからそういうやつらって多分1年ぐらいで消えて、2年目、3年目、国士直前でね、卒業試験に受からずに、退学していきますとかって、俺、友達だったら自分の生徒だったらやっぱ心痛いと思うんだよね。<laughs> うん。だから、少しでもそんな人たちのために、今日は銭ラジオをる。 そして,広ま,てし広まって、ほしい広まってそれで特に俺の解決策が使われないんだったら俺はそれはそれでいいと思うんだよ。もっと素晴らしい解決策があったり、別に対してそれをみんなが問題にしてなかったってことだから、それはそれでいいんだけど。じゃあ今回はその解決策を、えー、と大きく2つ。1つは卒業後、苦しい、就職してもうまく収入が得られないとかね、聞くっていうか聞いた。うん、例えば、進級市とかは <laughs> 卒業してちゃんと進級して食えていけてる人って何割なのかなって。うん、そもそもだよ、えーと。入学してちゃんと卒業して資格取るやつが。 えっと、全員じゃないわけ40人入学しても40人全員資格取って卒業なんか絶対ない、うん、学校によってはもう40人中10人こっそり10人ってすごい4人に1人だよ、ね、資格取れずに退学して要はさっき言ったそのお金だけなくして300万400万1年目だったら300万400万で済むじゃんでも最後の最後まで粘って粘って、ね、1000万近く失って卒業するっていう人もいる、うんうん、でなかなかやっぱ苦しいとかそんな中で資格取ったけどそんな苦労して資格取ったけどいまいち収入良くないから なんか、あの、新旧は食えていけないとか、新旧ゃない資格取ったのに違う世界に行きましたとか、そういう人たちに可能性がある生き方を紹介する。うん。で、本当かなって思ったら、そう、玉カフェ夢ハウスあるから、うち来て実践したらいい。実践したらこれ無理だなって思ったら別に辞めたっていいんだし、あ、意外とできるぞって思ったら地元に戻って、その、根付いたっていいし、あ結構いいじゃん、熊本って思ったら熊本でね、えー、住んでやってみてもいい。うん。長く住む、手伝いもで全然俺はできる。紹介とかいろいろできるし。うん、で、その方法、これ聞いて、あ、それならいけるかもなって思ったら、 実践ししててみてほしい別に俺のところじゃなくてもいい。どこででもいいから。っていうのが一つ。えっと、整体とかね、マッサージとか、えっと、鍼灸とかで、えー、資格を取りました。ね、就職もしました。だけど、独立する勇気が出ませんとかね、独立してもまともに稼げませんっていう人たち向けの新しいスタート特に今回、鍼灸で話をするね。鍼灸が俺は一番分かりやすかったし、俺はそう感じた、自分で。と思ったんで話をすると、鍼灸って、聞くと思う。針刺して元気になりましたって信じれる。 俺は新旧って動画今作ってるけど、やっぱりその東洋医学とか、その木下土根水とか陰陽五行説とかって言われても、体には陰と陽があってとか言われても、経験則でね、それがやっぱ積み重なってきたものだから、たくさんの人たちを直してきたとはいえ、やっぱちょっと科学的じゃない感じ。なんかポケモン感がある。なんか、火の属性、雷属性、えっ、ー、と、水属性でオスメスがあってとかね、もうパポケモンじゃんみたいな、うん。火は水に強くてとか、土がどう、あの、土は水に強くてとか、あの、火は水に強くて、し逆か。水は火に強くてとかね。そうそうそう。うん。 だってかなんか不思議な感じがして、俺まだね、えっ、ー、と、もう40とかなんだけど、あの、針を刺してもらったことがない。うん。まあ、興味がある。だやっぱ実際アニメ作ってるし。で、そういう人たちがすごく多いと思うんだよ。で、針刺されたことない人が、あ、鍼灸院だよし、行って刺してもらおうなんてない。<laughs> まず。うん。だから、まず針の効果があると知ってもらった上で、針を刺してもらうっていう必要があるわけ。うん。だから、 えっと、普通の病院とかと違うのね。病院で看護師しますとかだったら、あ、看護師資格があるね。じゃあ明日から看護師として働いてね。ができるじゃん。それは看護師への信頼があって、病気で病院行けば治るっていうみんなの一般常識はね、みんなが、やっぱそう思ってる人が多いから、それが成り立つ。でも、針ってやっぱ俺みたいに、え刺して本当に治るのかなって、やっぱ思ってる人たちがいるから、そう、病気で病院でっていう人ほど多くはなかったりするわけ。うん。だからまず、そこ、針って効果があるんだっていうことを、 伝わらなければいけない。これはもう、だから自分に置き換えて。ただし、えっと、生体とかだったら、その、生体、生骨とか、その辺が、えっと、例えば受けてない、ない人たちは、基本的にお客さんになり得ないと思ってていい。だからまず、あ、生骨院行ったら治ったぞという経験が必要になるわけ。ね。だからこれが他の医療系資格との違い。うん。これは、えっと、ちなみに、えー、料理関係の資格でも一緒だと思ってていい。うん。だ例えば、あのー、マリトットが出てきた時とか、マカロンが出てきた時とか、何その食い物ってなるわけよ。うん。だからまずその、こう、 だからまず、えー、マリトッツォうまいよーってだからマリトッツォ専門店ですよって出すんじゃなくてマリトッツォがうまいっていうことを知ってもらった上でお店をやる必要がある。だからお店やりながらうまいってことを知ってもらわなきゃいけないってこと。だから試食バンバンしなきゃいけないだろうし広告とかテレビとかやんなきゃいけない。だからマカロンとかさマリトッツォが人気になったのってやっぱその宣伝であれなんか最近そういううまいもんが出てるぞと。何、うん、そのマリトッツォってとかってなってどれどれ食べてみようってなってよし食ったうまい。その人たちがその後何度も何度も。 食べ,る食べるようになっていく。わかる。だから、一回、それが必要なわけ。だけ鍼灸師して独立したけど、全然うまくいかないよっていう人たちは、そもそも、その、針がいいってことを広めてますかってことなのよ。うん。で、特に、じゃいや、全国的に鍼灸学校があって、もう全国の人たちが鍼灸って知らない人いない。針治療っていうのを知らない人いない。実際俺も知ってるもん。ね。だから別に、その、知られてはいるんだよって、効果も知られてはいるんだよって、効果ないんだったらこんな学校なんか存在しないしって思う。うん。それはもちろんそうなんだけど、あなたの店に鍼灸師のお客さんとして来る。 人たちが知ってますかってことなのよ。そうでしょ全国で針の効果が知られてたとしても、あなたの周りに100人しか知らなかったら100人しかお客にならない。10人しか知らなかったら10人しかお客にならないわけ。だからよ。じゃあ、はい、ここで具体的な方法をちょっと話をする。うん。ここからじゃあどうやって独立新球院として成功していくのか。そしてなぜそれができると俺は感じたのかってやつね。これは去年の、えー、タカフェに店長体験みたいな感じで来たやつがいて、2ヶ月間。そいつが1ヶ月で予約取れなくなったんさす 生体やって。うん。純正のやつだったんだけど。で、えっと、やっぱそいつがやったのって、知り合ったのは生体が効果あるよ、じゃなかったんよ。家庭で見てる子供の親が、いやー体痛いんだよねーって。で、今うちに生体のやつ来てますよってなって、そいつが、あのー、やったらすげー治んの。しかもマジです。あれはびっくりする。うん。俺も治った。アキレス腱めっちゃ痛かったけど、あいつが痛いだ、もう、あのー、めちゃくちゃアキレス腱良かったし。体重もね、えっと、落ちました。えー。 そうそう、10キロ落ちたんだよね。<laughs> すごいでしょ。うん。まあね、それは、あの、おかげさまで、すごい助かりましたけど。うん。それはまあ、あの、俺の頑張りもある。もちろん。食べたいものを我慢しました。ちゃんとキュッと、ね。うん。でもやっぱり健康を意識するきっかけにもなったしね。うん。で、そいつらなんでそこまで成功したのかっていうと、あのね、うちの地区って、えっ、ー、と、農業が結構盛んなのさ。で、農業してると、やっぱほら、あの、高齢化問題とかがあってさ、あの、 体の節々が痛い高齢者たちが頑張って農業をやってる。ちなみに農業も後で話をする。めちゃくちゃ可能性あるから。えー、これ別の全員ラジオでやるけど。ねえっ、ー、と、農業の人たちが、ね、えっ、ー、と、高齢者がいて体節々痛い。でも、俺の実家が周り、そういう農家だらけなのね。で、大体そこの人たちがお客さん結構多かったんだけど、その人たちって近くにそもそも病院とかないの。病院とかは、玉ェのあるその30分くらいしたところに、玉無しっていうところがあって、 結構そこには色い々ろいろ揃ってる一通り。あと熊本市にも30分くらい。30分くらいかな ?20 分とか。30分くらいで行けるから。な、そこで色々病院がある。うん。みんなそこ行くわけだけど、わざわざそこ行って直そうともならないわけうん。で、しかもその、日中は収穫とかしてるわけだし。大変だから。で、毎日収穫なんかあるからね、雪でも降らない限り。前は雪降っててもやってたからね。あれは寒かったな、マジでみかんって、あの、なんだっけ、普通の、あの、軍手でやるんだけどさ。軍手は雪貫通すんのね、ほんと。いや、マジで。まあまあでも、それは置いといて。うん。で、 えっと、そうやって体節々痛いたい。これで、そう、ビジネスチャンスがなんかだんだん見えてきたでしょ。もしだから俺が新旧誌として独立しろって言われたら、俺は新旧誌にならない。まずどうするのか。俺だったら、田舎で農家をやる。農家のお手伝い。で、いいのよ、別に。熊本来て、えっと別農、別農家が絶対無理とか嫌だっていうんだったら、いろんな働き方があるから。要はその農家の人たちと触れ合うような、あの、交流するような場所に行く。俺は。俺だったら。 少なくともそれで可能性はある、漁師とかでもいいと思うよ。要は同じように、自分の町だったら、農家はないけど漁師がいるなって、漁師も高齢化問題があって、結構体節々痛いとかっていう人もいるなって聞くから。まあ、港町は結構ね、都会になることが多いんだけど。で、えっ、ー、と、そういう人たちと仲良くなって、で、お客さんとしてじゃなくて、まず、知人、友達として、針を打って助けてあげるんや。うん。う生態のやつもさ、 別にそのお、お金取りますとかそういうんじゃなくて、いや、体痛いよって言ったら、じゃあ、ちょっと肩の痛み取りますよとか、腰痛いんですかじゃあ治しますねとか、足治しますねとかって言って、俺が家庭でね、そこの子供見てる間に、その親を治してあげたい。何これって。めちゃ効くやん。治ったやん。って。言そういうふうな技術があったっていうのもあるんだけど。それで、じゃあ、ちょっと友達紹介するわって。あいつもなんか腰痛いっていうか、今度連れてきていいとか。で、どん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 、期待たい人が増えて、うん、7月でもう帰る時になったらもう予約でパンパンみたいな。でそういうやり方ができる。それだったら、新級でもいけそうな感じしない。 別その、さっきも言ったけど、その、田舎で農家やりたくない。だったら農家じゃなくていい。いろんなやり方がある。玉亀で飲食店しながらとかでもいいし、勉強見ながらでもいいし、医療系やったんだから、ちょっと看護とかそういうの得意だからそういうの教えるのでもいいし。あとは、えっと、この前俺もね、初めて出前館とかを経験してきたんだけど、熊本にもそういうのが出てきて、出前館やってもいいし。で、なんならそうやって配達するのも良ければ、自分たちで出前館に出前してもらうみたいなやつ。だから、うまいもん作って。玉亀だったらそのゴーストキッチンできるから。ゴーストキッチンっていうのは、その、なんていうの、お店は別にやんなくて、 で、注文入った時だけ料理、えっ、ー、と、やって配達するとかね。そんなんもできるかもしんない。いろんな働き方があるし、田舎だとそれをめちゃくちゃ安い値段でできるんだよ。家賃とかとにかくかかんない。生活費が鬼ほど安い。しかも農家の人たちを針とかで助けてたら、まず間違いなく、野菜はもう買う必要ないぞ。うん。中には釣りする人とかは、魚とか持ってきてくれるから。素敵なことに。どうだんだん、あれそれだったらなんかやれそうかな。で、だん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 、針だけで食えるようになったら、針だけでやってもいいし、 針だけで食えなかったとしても、いいじゃん。そうやって、その別の働き方をしながらいろんな人と触れ合って、その、触れ合ったいろんな人たちだけでも針でさ、元気にしてあげてたらいいじゃん。ねどうこれだったらいけそうな感じしないかあとで実はこれから農,農家とかね、田舎はいいかもしれないよって全員ラジオがあるから、それとセットでね、聞いて、あ、これ意外といいかもって思ったらね、また連絡もください。うん。だから資格を取れば、そういう可能性がある、そういうやり方もあるっていうこと。 だから都会でね、ドーンって新旧院構えてみたけどあれーってお客さん全然来ねえなーって家賃キッズーってそんなんだったらやっぱずっとそのうまくはやっていけない、うん、新旧というお客さん自体がそ,のそもそも新旧いいぞ体困ったら新旧に行こうっていう人よりも絶対的に病院に行こうの人が多いんだからそうだから普通に働くだけじゃなくいいことだよって広めながら試食お試しをしてもらいながらやるしかないそういう仕事なんだ,だよってことで逆に言うとそういう仕事だからこそ可能性がすごくある と、俺は思う。他のいろんな生き方もある。他の地区でのやり方も、えー、あるんで、また具体的にね、興味がある人ない。まさにこれで悩んでる人たちがいたら、連絡ください。ね。だろどうこれ聞いたらさ、あれって、資格取った後も生活やばいかもとか、資格取った後も大丈夫かなって思ってた人、ちょっとやれるかもなとか、ダメじゃないかもなって、なってこないか。ね。ってなったら、おし、頑張るぞって多分気持ちもね、ちょっと出てくると思うので、あのー、まあ、この話を聞いて、あ、だったらそう、ちょっとやってみようかなとか、頑張ってみようかなっていうんで、 え、実際にね、えー、頑張ってみてください。で、じゃあね、うん、将来なんとかなるから、これできっと頑張れるな、おしまいっていうわけじゃない。うん。こっからが、えっ、ー、とー、国士、そもそも受けれんかった、卒死前に退学した人たちに向けて、です。えっ、ー、とね、資格取れずに、あのー、卒業するって、すっげえ辛いと思う。うん。苦しいと思う。で、 やっぱり多分だけど、学校はね、家族のお金、家族がね、頑張って働いた分のお金で、行かせてもらえたんじゃないかなと思う。自分のお金でね、学校行ったっていう人ももちろんいるし、奨学金で行ったっていう人もいても、それでも例えばほら、普通に生活する分のお金とか、やっぱその、家があって、帰ったら寝るとこがあって、食べるもんがあって、洗濯とかもね、家族がなんならしてくれてとか。やっぱそうやって、その、資格を取るためにね、全力を出せた。 のって家族の力だと思う。まあそういうのがない人ももちろんいるよ。うん。まあある人はそうだと思ってき聞きながらやって。そういう中でやっぱ退学って相当苦しいと思うんだよ。辛いと思う。で、俺は一番は学校の先生だと思うんだよな。その本人の次にっていうのは本人とか家族の次は学校の先生じゃないから、本当に。やっぱり。それも学校の先生は退学だって言いたくなくても、もう学校のルールでそうなってるから、例えばそっち受か,受かんなかったら、 あの、なんていうの国試受けさせないとかね。退学させるとか、留年させるとか。っていうのは、学校の先生も本当は全員合格させたいよ。とりあえずは卒業させたいよ。留年ってことはもう、はい、じゃもう一年学費払ってねってことだし。辛いと思う。うん。だから、えっと、でも、しょうがないじゃん。もうそういうルールなんだから。で、退学させました。辛いです。言うんだったら、えっと、一応ね、うちに夢ハウスっていうのがあって、本人がね、やる気あって頑張るんだったらっていうことではあるけど、 やる気なくてね、なんとかしてくださいだったら俺も知らんわって言うんだけど。すごくいいやつで、ああ、こいつ退学ってなーって、心痛んだ生徒とかがいたら、うちに夢ハウスがあるから。ここで安く住める、住めて、で、あとはそっからね、自立するサポートとかもするんで、まあ、その夢ハウスとか、たまカフェの店長体験とかね、そういうのを、もしよかったら紹介してあげてほしいです。よかったら。あともう一つこれ俺ね、もし学校のルールが変わるならって思って学校の先生に届いたら素敵だなと思うのが、休学にさせれないかなって。うん。 卒士は、とりあえず、その、受かんなくても、一生懸命、で要は、えっとねあ、卒士で落ちた。だから受けさせられない。けど、留年じゃなく、えっと、休学ですっていう。んか学費かかんないバージョンってことね。それできないだろうか。で、そいつらを、俺が夢ハウスで預かって、で、国士合格レベルまで勉強鍛える。で、えっと、国士勉強して合格できるレベルになったら、卒士を受けさせてもらって、休学中だけど、特例で。で、よしって、あのー、これならね、卒子受かる、あ、国士受かるなってなったら、 あの、それで卒業認定してくれて、国示が受けれるみたいにできないかなっていうことです。そしたら、その何百万かけて、で、その間働けずだけ、要は一千万近く、お金を失って、時間も失って、ただ何もなくね、退学して出ますって。俺、本当に先生もさ、それ毎年見るわけよ。で、それが、いやいや、うちの学校ほとんどいないからって言ったって、何年かに一回そんな生徒いたらさ、俺は辛いと思う。本当に心痛めてると思うよ。辛いって何とかしたいけどって。 でも学校のルールだし、自分は雇われてるしと。で、先生としてできることはもう精一杯やったんだって。だったらさ、って思う。どうだろうか。で、うちの場合も、じゃあ、例えばね、いや、本当に勉強ができなくていいやつなんだけどって。で、夢ハウスに送ってみたところ、もう、どんなに一生懸命勉強するけど、どうやったって卒死合格できないと。その能力が本人に育たない。でも、それでもいいんだよ。別にうちの夢ハウスはさ、その、卒士合格のための、えっと、国試予備校、 にしてもいいんだけど、別にウェブ玉予備校あるから、ウェブ玉予備校として入って、めちゃくちゃ勉強だけする一年でもいいんだけど、そのウェブ玉予備校であったとしても、あの、親に迷惑かけず全部自分で、えっと、ね、学費も、そのウェブ玉予備校代も自分で払う。払えないやつ、仕事がないやつらは、そういうらに俺らが、えっと、農家の手伝いだったり、俺の手伝いだったり、俺がやってるバイトを紹介したりとかね。そのためにいろんなバイト俺経験してきたんだよ。で、ちょっと繋がりもある。だからそういう人たちをちょっと紹介して、で、そこで、えっと、稼いで、で、 えっと、安く安く生活しながら国士合格まで勉強していくし、もし国士勉強できなかったとしても、そこで分かる。勉強しながら生きていく力を手に入れてるわけ。勉強の時間をね、例えば毎日5時間勉強したとか、あったとするじゃん。毎日5時間勉強しながらちゃんと生きていってます。親に迷惑かけてません。借金しませんでしたって。その形がもしできたならさ、もしダメだったって。結局、えっ、ー、と、国士取れなかった。卒業試験合格レベルまで自分の力を上げれなかったってなったとしても、ね、分かるでしょ。5時間勉強しながらでも生きていけたんだよ。 じゃあ普通にもう生きていけるじゃんその勉強時間を楽しく遊ぶことに使ったっていいしその勉強時間で働いてもっと稼いだっていいんだよもうだってちゃんと自分一人で誰にも迷惑かけず生きる力がつくんだからついてるんだからねどうこれだから資格取って独立する道農家と共にやっていく道ってちょっとあるよ田舎に来てみませんかってそら田舎に来てほしいから言うんじゃなくて本当にあの可能あの可能性ないかなって言うでまたね次回のゼニラジオとかで田舎の暮らしの良さをちょっと話をするんで で、どんな田舎だったらいいのかとかも話をするんで、それを含めてね、いいなと思ったら、その、資格を取った後の未来に可能性を感じてみてくれ。そして、もし自分の本人だったり、家族だったり、えー、自分の同級生、友達だったり、もしくは学校の先生で、えー、っと、自分の生徒を退学させなきゃいけないって苦しんで悩んでる先生たちがいたら、その夢ハウスとか、生亀とか予備校とかあるから、そこに、その、もし可能だったら休学させて、ね、本人をあの送ることができれば、卒業までに学力合格する力がつくかもしれないし、 つかなかったとしても自分一人でちゃんと生きていける。力が育つ。本人が、その、ちゃんとその、やるぞっていう思いがあれば、優しい奴だったら基本的にみんな嫌わないから必ず人は支える。誰かが助ける。だからもし、そういうことで悩んでる人たちがいたら、これが届いてほしいと思って、今回はゼニラジオをえ作りました。本当に、もう、俺このラジオ聞いてさ、誰も、もう全然思わなって言うんだったら全然いいのよ。で広まって、一人でも二人でも、来る奴がいたら、そいつにとっての,その人生が、 本当に数年間亡くなって、1000万ぐらいのお金がなくなっ、人生からなくなったらさ、俺は辛い。我が子だったら、我が生徒だったら、俺は本当に辛い。だから結局、俺はここを作ったんだよ。辛かったから。何もできなかったから、先生として。公務員だし、自分ができる範囲がある。人数もある。で、もし俺みたいに、俺みたいにこんなことを一緒にやりたいっていう人がいたら、やり方を教える。めちゃくちゃ、実は結構いい。 安く簡単にできるから、俺みたいにこのイメハウスとかタマカフェとか予備校とかをやりたい人がいたら、その人たちにも、えっ、ー、と、届いてほしい。やり方を教えます。ね。で別にこのやり方を教えるから、30万振り込めとかね。あのー、そういうこう、マルチ的な、あのー、そういうやつでもないから、もし、そういうので悩んでる人がいたら、えっ、ー、と、ま、連絡ください。えー、メールもいいし、インスタも、えー、ツイッターも LINE もなんかいろいろあるから、ね、そういうので、俺の連絡先見つけて、ツイッターの DM とかね、あるから、そういうので連絡ください。Facebook もあります。 というわけで、ぜ、え、ひ、ー、ラジオでした。聞いてくれてありがとうな、皆 <laughs> さけど、よかったら。